世界的な発明家でトヨタグループの創始者としても知られる豊田佐吉。佐吉の長男でトヨタ自動車の設立に尽力した豊田喜一郎。佐吉が自動織機の試験をするため豊田紡織の試験工場を刈谷の地に建設したのは大正12年のことでした。皆さんはこの工場がトヨタグループの発展において大きな役割を担ったことを知っていますか？この工場が G 型自動織機の完成に大きく貢献して豊田自動織機製作所が創立されました。そしてトヨタの国産自動車第1号が刈谷の地で誕生したのです。これは刈谷を出発点に世界に名だたるトヨタグループを築き上げていった豊田佐吉喜一郎親子の物語です。新しく便利なものや方法を考え出すことを発明という。専売特許条例って知ってるか？なにそれ？発明を国に願い出て特許だと認められる。もっと効率のいい機織り機を発明して特許が取れれば人のため国のためにもなるし、何より母さんを楽にしてあげることができる。時お父様もお母様もいないなんて寂しいな。仕方がないさ。お父さんは発明に忙しいし。僕もしっかり勉強していつか必ずお父さんのようになってみせる。これならば世界を相手にできるだろう。やったやったぞ、やったぞ、やりましたね、皆さん、よかった。いよいよ試験工場を作る。リサブロ、条件の良い土地を探すのだ。はい。お父さん、名古屋に近く鉄道も通っていて通信にも便利な土地が見つかりました。どこだ？刈谷です。いかがですか？お気に召しましたかな？この土地は理想的です。